東京で男に騙されて、あの頭がおかしくなっちゃった女の子が帰ってくるのよ、うん、その女の子は誰でもやらせてくれるって言うんで、うんうん、村の人たちがみんな行くわけよ。でその村の悶々とした青年もね、うん、行くわけだ、呼ばれかけに、うん、その俺が先だーってバーって殴られるのあーなんか嫌な世界だな。それでハッて見るとね、それが自分のおじいさんなのよ。うわ名前まで高いで、おじいさんって言って、ね、そのおじいさんとその子の間に子供ができちゃう。それで子供ができ、あの妊娠したら、そのおじいさんすごい可愛がる、うん、ところが子供が生まれた瞬間にそのショックで女の子は記憶が蘇っちゃう、普通の子に戻っちゃう、うん、そうするとおじいさんは、まあ、あんたなんかあんたみたいな時期だよって、次の日になるとおじいさん食うかくって言ったりするね。うわ見たいでしょ見たい見たい俺すごい見たいそれ、面白そう面白いでしょ。何だったっけ、祭りの準備っていう、竹下恵子が初めて脱いだっていう、ね、それ見なきゃ、そういうのばっかりいやそのだ首つってるシーンより何よりその呼ばれかけた時ぶん殴ったらそれがじいさんだったって、そこが俺ぶん殴られるのよ、あられるか、うん、じいさんにぶん殴られちゃうね、キングな絵だな。それ現実にあったらものすごいショックだね。やばい。どけあって。ショックだよ。ショックだと思うよ。だからほらイタリア映画で自転車泥棒ってあってさ、うん、あの泥棒だ泥棒だって現場に行ったらお父さんだったっていう、うん、そういうのとはちょっと違う。違うショックだよね。でもさ。夕張とか行ってさ、赤いファミリアにさ、武田鉄矢とさ、桃井かおりと高倉健が乗ってたら、それもショックだよね。そういうファミリア乗ってたら。すごいね。うん。うん、いや俺あの車かっこいいと思って見てたけど、あれファミリアだったんだ。車運転からなんだけど。頑張ってほら今免許2段階中の大月くんは、ああそうなんですよ、あのファミリアかっこいい車買って乗ってよ車ね買うよ、何買うとかもう頭の中であんじゃないの、プログレ買おうかなとか言ってたけど、あのねそうだトヨタでプログレって車が出たのね、それでプログレって言葉はさプログレッシブロックの略以外ありえないでしょ、うん、何語でもプログレってないでしょ、うん、だから絶対これはプログレ好きなのかな、ね、なんかこうあのなんかそういうテストがあるのかなと思ってね、うんうん、思わずプログレ欲しいなと思って、ね、買ってみて試してもらおうかなやっぱり、だからいやぜひ買ってほしいよ、買ってほしいよな、なんかあるのかな、いやだから俺らがほら話した時はさ、うん、ワイパーのあれが変拍子だとかね、でで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 でみたいな、あのギアチェンジもさ閉塞的だとかね、いろいろ話してたんだよね、うん、そういうのがあればね、ね、いやでもね今ね車買おうと思ってね、ミニって車買おうと思ってんだけど、ミニミニミニって言うとどういうやつだっけ、あのミスタービーグ乗ってるような、そう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 、内田君が持ってるミニクーパーじゃないの、あれと一緒よ、あミニだからお揃いで乗ってんのも恥ずかしいしなツーリング行く、俺ミニ欲しいんだよ、うん、でお揃いから売ってもらえばいいと思うな、いやお揃いになると嫌だから、だ、ね、君あれ誰かに売れ、あれ君違うの俺それちょっと嫌だよね、ね、真心ブラザーズがね、うん、お揃いのサニーに乗ってたよ、うん、なんか偶然だったらしいけどね、恥ずかしいじゃん、ちょっとサニーだけならいいけどお揃いっていうのがね、売れあれ壊れたって言ってたけど治って、うん、ガソリン臭いんだ、あ乗ってる人に何なんだろう、ランボルギーニカウンタック買え、うん、あんた買えなよそうだよな、お月く買えばカウンタックか、でもいきなりはちょっと俺はきついような、いや一応みんな免許持ってるんだよな、あそうですね、あれか和島君が乗ってる車はなんていう車ですか、あれ松田ボンゴです、ボンゴ、うん、あなんかボンゴボンゴっていう感じで、何だろうそれでもあの真っ白乗ってんのなんだっけ、あれスプリンターなの、ああみんな持ってんだな、俺も免許は持ってんだけどな、
なんかやっぱ古いファミリアに合いそうだな。我が似合いそうだよな。で天下のハット武田武田鉄矢を気取って武田鉄矢気取る人気取るのなかなかいないよね。髪型も似てしまってからね俺。ああそうだよ。それで古いファミリアで天下のハットかぶって夕張のあたりを走ってたら、うん、こういうのしてんだよね。そう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 。ああいう細かいところが俺山田洋次郎先生は素晴らしいと思って見てたんだけどね。そうあれはセンスだと思うよ。そうあれはファミリア選んだのだって俺は山田洋次郎だと思うよ。でもあれはなんか提携があったんじゃない。あちょっとそれ臭いな、うん、その車はね、あの頃の多分新車だろうからね。そう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 、うん、あれね20年前なんだよね。20年前なんだ。小学生ぐらいか。うん、まあ、あんまりこうねバンドで儲けてすごい車買おうとかいう夢ってあんまりないよね。いや俺は運転はもうダメだからもうとっくに諦めたんだけどさ、その夢は今スーパーカブで走ってるけど、スーパーカブか、でかいそういう立派な車を持ってる他の高槻くんとかそういう他にいないの他のメンバー。高槻くん全然いい車は持ってないよね。他にほらあいつも免許持ってないし。あ本当、うん、本庄さんは、まあ、持ってるけど、あのね、うん、僕とね、キツタカくん金賞のギターのキツタカくんとね、うん、あのデルジベットってあって、はいはいはい、伊勢さんとで3人でね一回真面目にね約束固い約束をしたことがあってね、とにかく俺たちは免許もなくてダメだ、うん、3人ないんだ、せめて原付を取ろう学科だけでいいから、うん、なんかね固い約束をね4年ぐらい前にした記憶があるよ。あでも誰も取れなかった学科だのにね。ダメだよ難しいよ。路側帯がまっすぐの時一車線上にあるなんとかがそこを曲がっても良しとする、うん、丸か×かなんて分かんないよ。さすがにでも細かいところ出るのは今やってる人っていう感じだね。もうとんでも忘れたよもう、うん、とんでも忘れても平気なもの。いや俺なんか全然標識の意味も分からず乗ってるけど。それも怖いけどな。大丈夫だよ、ね、全然大丈夫。結局危険なことしなきゃいいんじゃないの。スピード出しすぎたり人が渡ってるのを不注意で見なかったりとかいうのをしなければいいとは思ってるんですけど、運転すんげえうまいんだよこの2人。いや和島と松代縦列駐車とかこうひこひこひことかって。いやそれ、うん、いやあのほら俺住んでるの千葉じゃないですか。はいはい。で東京ほどゴミゴミしてないでしょ、うん、多分別楽なんですよ運転するのに。そんな縦列駐車もそんな気ですね。ねえところやる必要もないし、まあ、あの教習所みたいにものすごい狭い場所に入れるっていうのもめったにないもんね、うん、あの2人の運転の車に乗ってるとさ、うん、もうすごいのよ気がつかないよね。スーって発進して信号のところでもスーッて止まる。もう性格が出ないね。輪島とか特にさもうすごいこんなに慎重する必要ねえだろっていうぐらいもうスピード出さねえしシートベルトするしな。なんか美意識あるんだよねやっぱり。あるんだよ、まあ、やっぱり車関係うるせえもんな。あれはな、うん、やだら整備するしな、うん、楽器も磨くしな、うん、豆だよな。まあそうね、人他人を乗せてるとすごい気を使っちゃったり。あ他人乗せると絶対そういう、うん、やっぱ運転には性格が出るっていうから、今後大月くんがどういう運転するかでね。そうですね。和島と大月くんの性格は似てる派がこの車の運転でさらに立証されるかもしれないね。あのね神経質なところが似てるんだけど、うん、几帳面でしょ。好きなことだけ几帳面。ああそう感じですけど、どうかな。いやでもすごく違う部分もあるとは思うけど。それはもちろんそうですよね、うん、そうかな。まあ多分10月ぐらいに、ね、免許ね、取らないともう半年過ぎて。本当だよ。やばいよ仮面。今日怖いなぁ路上とか大丈夫大丈夫。本当、うん、俺もう10時間延長しても取れたから俺。本当、うん、いや俺より先に免許取ってたんよ。あ教習所通ってた半年ぐらい前、うん、でその半年後に俺も同じ教習所行って、俺が卒業してもまだ、うん、3段階とかしたな、うん、
どんなトロいやつでもちゃんと取れるようになってるの。本当俺さ、あの、うん、卒研か一回まず失敗したのは、うん、道路に落ちてる木の箱があったの、うん、ど真ん中に落ちたの、これなんだろうなと思いっきり車で踏んだのよ、うん、なんだろうなんだろうなって踏んでみたくなるじゃん、箱があれば、うん、そしたらそこではい終わりって言われたんだけどさ、ああそう、次はねトロトロ走ってるバイクがあったの、うん、で黄色い車線だから追い越したらいけないんだけど、でもいくらなんでもあんなのに付き合ってるわけにはいかないと思って、うーって知ってたのに抜いたら、本当は終わりなんだけどお前は免許欲しいかって聞いたんです、うん、俺に、いや欲しいです、じゃあ負けておきます、おまけしてくれんの、ちゃんと、おまけに弱いんだそう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 、あもしかしたらその箱は教習所の引っ掛けだったかもしれないよね箱に教習所の名前書いてあったら俺質問されたもん、お前はなんであの木の箱を踏んだんだって、いや踏みたくなったから踏みましたって言ったら、うん、あれに釘が刺さっているとは思わなかったのかって聞かれて、そういえばそうですねって言ったんだけどさ、だからそういう引っ掛けがあるんだよ、うん。